この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。まあちょっとエッチなんがたまに傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。孫くん。悟空。よ。あら、何それ。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か。こんにちは。はい。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか、死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだ。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。おう、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎくっ、やっぱ何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行をた…分かったよじっちゃん。はい、無天老師、うん、さ、おう、おす、なんじゃ。
てどうすっかな。今は用事を済まさないとな。力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。あ、お父さん、あれなんだろう。まあ、なんだろうな。
隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、行ってみるか。孫悟空とも違う。孫悟空でないとしたら一体。ほう、手ごわそうなやつがいるな。もう少し探ってみるか。ほう、手ごわそうな奴がいるな。一体どこにいやがるんだ。すぐに片付けて。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。せい。ほう、手ごわそうな奴がいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。このごときでは俺は倒せんぞ。
弱のアーチか。ほう、手強そうな奴がいるな。すぐに片付けてやる。カロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。ん、戦闘力322。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。ほっ、ん、ほっ、ん、ぐちゃっちゃっ、ガチッ、そして、おりゃー、あっ、おい、おかまれ、ほっ、おい、おかまれ、だらん技だ。くっ、はっ、ぬりゃ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 、ん、ほっ、ん、はっ、ほっ、ん、ほっ、はっ、おどせ、ん、はっ、ずわい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 
その程度か。今度は俺の番かな。もう一つ大きなパワーがある。今度こそかかろうと。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。
成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ま？カカロット、この星のありさまは何だ？人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた？おめえ、一体誰だ？何者なんだ？何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族最愛。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ、でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅、異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ？とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。もういい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら、ほら、ここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらう。それ以上近寄ってみろ。ご飯は絶対渡さねえ。何なんだこいつは。どうした、おじけついたか。
決めたぞ。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかれば、たったの1ヶ月で絶滅できるだろう。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よし。ね。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。
無事でいてくれ。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。あ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。お、鉄橋があんな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾を掴むかだな。程度だったか。
うわ、こりゃすげえ木の塊だ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よく崩れねえな、あの岩。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。すげえ岩だな。ワクワクすっぞ。どうだ。木が見せてくんのがわかんな。うん、こりゃすげえ木の塊だ。よそに行ってる場合じゃねえか。店があるみてえだな。近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、反応がもう一つ。ここに向かってく。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろ、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。勝負ってな、ただ強くいいってもんじゃねえさ。こっちが作戦なんだ。
消えたふうなことを抜かしてやって。はい、なんてスピードだ。一瞬にして攻撃をしてくれた。その程度の力なら仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになれそうなんでな。強くしていってやるぞ。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光散歩。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。食べるつもりはねえさ。はよっ、はっ、はっ、はい、はい、よっ、はっ、
Shit!
どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。あれるつもりはねえさ。
よっ
戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ちょっと疲れたぞ。貴様、いつの間に。手貸したぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のようなマヌケは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る！そら！そら！もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられん。このガキ。貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。この俺がこんな奴らに やられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。な、何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。腐ったり。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて。はるか宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人が ここにやってくるな。
一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性は一年の間に。なる。そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな。結構嫌な。まあな。でも安心しろ。気負ったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心して。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何嘘だろ。どうするつもり。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。一年後にやってくるという二人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あー、なるほど、天国へ行けるもの。
わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい。よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ。当然な。暴れなかったか。暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやった。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしはエンマ大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。だが頭事務処理よし。わしの仕事を理解できるようクイズを。オラ急いでんだけどな。やっぱりなし。そう、分かった。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい。それでは。うん、正解だ。いろんな、ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは。正解、当然だな。わしの方がずーっと偉いな。地球のか。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。残念だが不正。もう一度よく考えてみる。やるの、正解じゃ。まったくドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。それはその申し訳ございません。まあいいわい。次の。残念だが不正解だな。え？え？今5問目だぞ。何？ひーふーみあら。ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜け。それがさすがにちょっと厳しい。聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳なんちゃって。お前海王様のところに。サンキュー。お前やっぱりわしを尊敬。そんなことねえよ。まあええわい。さっさと海王様のところへ行って。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その
いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが…悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行ってな、何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。誰かいないの？